島観光ホテルは、三重県島市賢島にある老舗のホテルである。島間の愛称で親しまれる。都ホテルズリゾーツに属し、株式会社、近鉄、とホテルズが運営する。伊勢島を代表するホテルの一つである。真珠の洋食で有名なアゴ湾に面する賢島に立つ。ザクラブの建築は、木造のクラシックホテル。創業当時のものである。 かつては伊勢島における迎賓館的役割を担っており、現在でも皇族の三重宿泊の際にはこのホテルが利用される、いわゆる宮内庁御用達ホテルである。建物の衣装設計は村の東後が担当した。地元の上質な食材を活用したフランス料理も提供しており、料理目当ての来客も多い。特にアワビのステーキや伊勢海老のスープはこのホテルの看板メニューとして、 有名である。ホテルの料理に対する基本方針は、火を通して新鮮、形を変えて自然。高橋忠幸が総料理長に就任して、以降、料理の改革を進めホテルの看板となった。高橋は、総料理長就任時、当時2割しかなかったフランス料理の注文を、従来の和食か洋食かという客への問いかけを、和食か海の幸かに変え、 料理名を私的なものに変え、料理自体も独自の工夫を凝らしたことでファンを増やしていった。作家の山崎豊子がこのホテルをひいにしていたことが知られており、華麗なる一族の舞台としても知られる。華麗なる一族の冒頭、日が傾き、潮が満ち始めると、島半島の阿護湾に華麗な黄昏が訪れる、は、ホテル滞在中に日の入りの時刻を調べ、 様々な場所から夕日を眺めることで書き上げた一文である。山崎は1953年頃から島、観光ホテルを利用しており、デビュー作、のれんから白い巨頭、沈まぬ太陽に至るまで、新作を執筆する際には必ず宿泊していた。2015年6月5日、安倍晋三内閣総理大臣は、三重県島市にて第42回。 先進国首脳会議を開催することを発表、当ホテルを会場として2016年5月26日27日に実施された。安倍は幼少時代に島観光ホテルへの宿泊経験があり、伊勢海老のスープの味に感動したエピソードを語っている。2016年4月17日より、クラシックはザクラシック、ベースイートはザベースイート、休館は ザクラブとそれぞれ解消された。ザクラシックは全面改装終了後の2016年6月7日にリニューアルオープンした。ザクラシック1969年7月開業、2016年4月改装。村の森建築事務所の設計、大林組の施行。設計コンセプトは環境との対比、共存で外装は、 休館と調和させる銅板張りの日差しを各界に設けている。地上6階、地下3階建て。標高は28メートルで、津波浸水想定区域外にある。ザベースイート2008年10月10日開業。2016年4月一部改装。2009年度グッドデザイン賞受賞。顧客の多様化、ザクラシックの老朽化に伴う新たな魅力づけとして建設された。 設計、工事管理は、大林組、本店一級建築士事務所、思考は、大林組、奥村組、堀崎組、共同企業体。それぞれの客室が良好な眺望を得られるように、円弧状の平面構造を採用し、低層建築であることを印象付けるために、水平ラインを強調した立体デザインをとっている。外観は茶色を基調とした、アースカラーを用い、 自然と建物が相互に魅力を高め合うように工夫されている。内装はアメリカ合衆国のハーシュベドナー・アソシエーツが担当。鉄筋コンクリート構造地上5階、地下1階建て、延べ床面積1800平方メートル。当館が建てられる前は国立新宿研究所がこの地にあった。標高は25メートルで津波浸水想定区域外にある。 ザクラブ1951年4月3日開業。2016年4月一部改装。設計は近畿日本鉄道永全化。試行は大林組。鉄筋コンクリート構造と木造を併用したもので。木造部分は鈴鹿市にあった旧海軍クラブの主要部を移築したものである。設計コンセプトは環境との調和、共存、地形に合わせ。 平面構造は線形をしている。入り口ホールには、松と竹を使用する。地上2階、地下1階で、創業当時は、地下1階に調理室、倉庫、事務室など、1階に、フロント、大小2つの食堂、バー、客室など、2階に、客室や大食堂の吹き抜けなどを設置した。村の当後は、外観、室内ともに食堂を特にこだわってデザインしている。また、 上水道はなく、井戸を使用していた。その後、2007年に老朽化を理由に閉館し、山崎豊子の使用していた机などの展示を行っていた。2016年6月7日の営業再開時に、カフェワインバーやレストランを開設した。1946年に伊勢島国立公園が成立した。当時目星い観光施設はなく、 近畿日本鉄道や三重交通も自社の戦後復興に手一杯であったこと、戦中の名残で観光に対する罪悪感などがあり、開発は進まなかった。その後、ダグラス・マッカーサーをはじめ、連合国軍最高司令官総司令部の幹部や、その家族が新珠養殖の現場を訪れるようになり、その数は日増しに増えていった。そこで外貨獲得のために、 洋風のホテルを作ろうとする動きが起こり、1949年2月23日に、三重県知事の青もくりは、国際観光ホテルの建設計画を発表した。同年10月5日に、三重県庁、近畿日本鉄道、三重交通の3社協議を経て、島観光ホテル株式会社が設立された。伊勢島国立公園を国際的なものにするためには、 真珠と結びつけることが最良とみなされ、そのためには、阿護湾の近くにホテルを建設することが求められた。建設候補地として、三木本幸吉が、深淵真珠の養殖に成功した多徳島、三木本の養殖拠点であった大崎半島、阿護湾を見通す、継承地の横山、阿護湾には面子内が、風光明な7りなど複数挙げられた中、 近鉄系列の会社が土地のほとんどを所有し、未開のため多方面の開発が可能で、阿護湾の交通の要衝であった賢島が選定された。島内では中央にある高台が選ばれた。ホテル建設では鈴鹿の旧海軍クラブを移築して、ロビーや食堂にあて、地下と客室は鉄筋コンクリートで新設した。旧海軍クラブは、 痛みが激しく大部分に補足が行われ、客室部分は木材の狂いや天井高の低さからホテルに転用することを諦め、従業員宿舎として賢島駅前に移築した。施行にあたり地形の計測に苦労したという。1950年6月に寄港し、朝鮮戦争による資材高騰、ジェーン台風襲来などの右翼曲折を経て10ヶ月で、ホテルは完成した。 1951年4月3日に25室50人収容のホテルが開業した。客室には純和室、和の要素を付加した洋室、巡洋室が設けられた。開業間もない1951年11月には復興状況の視察のために三重県を訪れた昭和天皇が宿泊した。しかし、当時の日本人には洋風ホテルは受け入れがたく、 交通の不便さもあって、日本人団体客からは不評であった。このため、1952年9月に、カシコじまを買収し、旅館経営にも乗り出した。1961年4月1日、新館が竣工72室に増加する。さらに1969年7月に新館が完成、200室に拡大した。開業時の建物が、環境との調和、 共存を目指したのに対し、ザクラシックは構想化を求められたことから、環境との対比、共存に目標が変更された。すなわち、自然と対比することで、より自然が引き立つようにデザインされたのである。1987年4月24日、日本、アメリカカナダ、欧州共同体の貿易担当大臣が話し合う、第13回4局通商会議が開催された。 1999年4月1日に、島観光ホテル株式会社は島観光ホテルを近鉄ホテルシステムズに譲渡し、ホテルの経営は以後近鉄ホテルシステムズが行うようになる。創業当時の建物は老朽化に伴い全面的な建て替えが検討されたが、建築史的にも価値が高く風格のある旧館の全面取り壊しは多くの反対に押されて断念した。ただし、 1961年地区の西館は2002年に閉鎖し取り壊された。2008年10月10日、新館がオープンし、ベイスウィーツと名付けられた。その名の通り前室海辺のスイートルームである。高さを抑え、周辺景観や環境への負荷を低減させることが当初から貫かれた建設方針で客室からの眺望確保のため高所作業車を導入して、 年入りに下調べを行った上で建設した。設計期間は2005年4月から2007年5月、工事期間は2007年6月から2008年9月であった。この時、従来から営業していた施設がクラシックと命名された。伊勢島サミットの会合に臨む G7 の首脳人出展、G7 伊勢島サミット公式ホームページクラシックは、 耐震補強工事と第42回、先進国首脳会議の会場として使用するため、2015年5月から休館した。2016年4月17日より、クラシックをザクラシック、ベースイートをザベースイート創業時からの休館をザクラブにそれぞれ解消した。ザクラシックのみならずザベースイートとザクラブも一部回収を実施した。 改修工事の総額は66億円。そして、ザベースイートもサミットのため2016年4月28日から営業を休止した。そして5月26日と27日の両日、伊勢島サミットを開催し、6月5日の報道陣への先行公開を経て6月7日に全館営業を再開した。2017年3月にはザクラブの一角に、 伊勢島サミット記念ギャラリーを開設し、宿泊者を対象としたサミットの足跡をたどる、館内ツアーも開始した。2019年9月より、1日寿司と称して、伊勢海老、アワビ、松阪牛、アノリ、フグ、伊勢マグロなどの地域の食材を使った押し寿司、棒寿司の販売を開始し、新たなホテルの名物になりつつある。島観光ホテル株式会社は、 島観光ホテルの運営主体として1949年10月5日に近畿日本鉄道が1500万円、三重県庁が1000万円、三重交通が500万円を出資して設立された。1952年9月には賢島層を島観光汽船から受託して経営を開始したのを皮切りに複数の宿泊施設の経営を行った。また、 市の三重会館でレストランを運営していたこともあるしかし経営環境が厳しくなったため島観光ホテル株式会社は1999年4月1日に島観光ホテルを近鉄ホテルシステムズに譲渡し賢島法省園の経営だけを行うことになったため社名を株式会社賢島法省園に改めた島観光ホテル以外の島観光ホテル株式会社が 運営していた宿泊施設は以下の通り、記念撮影が行われた庭園伊勢島サミット記念ギャラリーにあるエンタクトイス。ありがとうございます。